どうもこんにちは、ミカスです。皆さん、たこ焼き好きですか？ミカスは実はですね、大阪生まれなんですよ。父親がね、新潟の人間で、母親が大阪の人間で、まあ自分はね、大阪生まれ、なんですけども、まあ実家帰ると関西弁だったりするんですけどね、まあ粉もん好きなんですよ。まあお好み焼きだったりたこ焼きだったりとかね。でね、ある日急に無性にたこ焼きが食べたくなったんですけど、たこ焼き切ったじゃないですか。あれが持ってなかったんですよね。両親の家にはあるんですけど、あ、そういえば俺自分で買ったことねえな、ということで、ちょっとたこ焼き買おうとまあいうことになりまして、で早速ね、Amazon から届いたのがこちらなんです。これね、岩谷のたこ焼き器で、フッ素コーティングがしてあるツルツルのね、もうツルツルなんですよ。ツルツルのたこ焼き器なんですけど、まあ早速ね、これを使って、もうせっかくだから外でやろうと思ったわけなんですね。なんですけど、これって、カセット風っていう岩谷のカセットコンロ専用って書いてあったんですよ。カセットコンロじゃなくても別に大丈夫だろうと思って買ったんですけど、裏がですね、このようにもう丸いわけですよで、これカセットコンロの場合、四隅に切り込みが入ってて、切り欠きが入ってて、で、こう4点でね、受けるんで安定しますよっていうものなんですけど、アウトドア用のバーナーだとね、ちょっと安定悪かったですねさすがにね、そこがね、丸いボコボコしてるんで、しかもね、五徳が3本なんですよね。3本の五徳だとどうしても安定しなくて、グラッグラになって、一回やったんですけど、たこ焼きひっくり返ろうとしたら、これごとガクってね、ずれるみたいな。で、ここね、こうレザーマンで挟みながらね、こうやったんですけど、ちょっと使いづらかったんですよ。で、いろいろ考えて、やっぱりね、アウトドアでやるのに、たこ焼きやるのに、五徳を何か、まあね、今度ちょっと作ってみようかなと思うんですけど、とりあえず今回は、これはもうカセットコンロで使えばいいやと。で、もっとね、簡単に外でたこ焼きするのになんかいい方法ないかなと思ったんですけど、まあ Amazon で調べてたらね、やっぱどうしても出てくるわけですよ。これがね。これがね、評価すごい高くて、たこ焼きって検索するとまず最初に出てくるみたいな。岩谷の円タコカセットホームメイドシリーズ、まあ家用なんですけど、バーベキューグリル持ってくよりちっちゃいじゃないですか。これでね、ちょっとね、外たこ焼き、アウトドアたこ焼きっていうのをね、バイクじゃちょっと無理かな。まあ持っていけないことはないけど、これ持っていくのちょっとな。まあいいや、まあカセットボンベでたこ焼きを作る機械ですね。それと、もうね、関連商品でいろいろ出てきちゃうんですよね。Amazon な、そういうの、なんかな、やってくれるな。ということで、こちら、毎度本舗のまとめやすいダイヤ型タコピック。先っちょがね、こうダイヤ型っていうんですよね。こうなってると。そのタコヤンっていうキャラクターがついてると。まあ、タコ焼きピック。これ本当にやりやすいのかな？まあちょっとそれも含めて後でね、紹介しようと思うんですけど、それと、こちら、これがね、キッチンペーパーでこうね、この丸いところをキッチンペーパーで油を引けると。よくあるなんていうんですか、ハケみたいなやつあるじゃないですか。こうズゴって出てくるやつ、あれお手入れ結構大変なんですよね。で、キッチンペーパーだったら使い終わったらすればいいんで、いいんじゃないのと思って、これもね、ちょっとね、この赤いところに油入れて多分使うんだと思うんですけど、それもちょっと後でやってみようと思います。で、もう一個がこちらです全部ね、同じこのたこやんのやつで揃えたんですけど、毎度本舗の混ぜて注げる粉継ぎボール。これね、たこ焼きってこうね、こうビュービューってこういうあれあるじゃないですか、あれね、と、攪拌機と、あと振るい粉をこう振るやつ、ダマにならないようにね、がセットになってると完璧ですよね。これでもう一セット揃ったわけなんですよ。素晴らしい。では早速一個ずつ見ていこうと思います。はい、じゃあまずこれ開けるも何も、もうこのままなんですけど、はい、もうただのプラスチック製のね、やつです。あ、結構硬いんだな。ブニュブニュではないんですね。持ちやすいですね。たこやんです。じゃあ次はこちらです。あ、やべえ、説明書がこれ裏紙だった。なんかシリコンっぽい、なんかこういう、なんかこういうので、シリコンっぽい、なんかこういうこういうの壺みたいな。そしてこれが
本体です。たこやん、うん、プラチックですね、樹脂です。キッチンペーパーをこうね、ひとちぎりこう四つ折りにします。キッチンペーパーを四つ折りにしたら、これにこうちょっとうまいことこうねじ込むみたいですね。こんなんでいいのこれ、え、そこ範囲のこれ、え、なんかすげえこうシワになってるけどいいのかな。で、これをぶち込む。え、こんな感じ、うわ、ちょっと待った、なんかこう気に入らねえな。こう一回こうこういう風にしてから入れた方がいいかもしれないですね。あ、変わんねえな。あ、変わんねえぞ。お、でもさっきよりちょっといいですね。ドッキング、あ、こんな感じです、こんな感じです、丸くなりましたね。取れはしないかな。で、この中に油を入れて、こういうことですね、こういうことでございます。ほんで、丸いところにドクシュドクシュドクドクシュドクシュっていうことですね。はい、では次はこちらです。こんにちは。おお、なんだこれ、でけえな。まずは、はい、攪拌機です。結構ブニブニした攪拌機。そしてたこやんです。で、これですよ、このたこやん、じょうろみたいなやつなんですけど、これ古いです。粉をここに入れてね、こうフフフってやるとダマになりづらいと。で、でけえな、これがですね、1杯で約40個分のたこ焼きが作れるということになっております。40個って言ったら円たこ2回分ですね。では最後にこちらです。ちょっとでかいぞ。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。